どうも、ハビゲスタークのハビゲスです。ウォーフレームソロソーティー攻略実況プレイ、やっていきたいと思います。今回は、棒盤でいきます。そう、最近ね、もうニュースコンソールでも出てますけれども、プライムボルトが11月20日に開門ということでね、棒盤とアッシュ来るということで、ちょっと使いたくなったので、今回やってみたいと思います。これも、ハピネスもアクセサリーパックを購入予定ですね。じゃあ今回のタスク、こんな感じです。ミュータリストアロダビー軍隊を打破せよということで、機動防衛敵山増強、消滅、近接のみ、防衛強化された物理攻撃体制ということでね、この消滅防衛に関しては、おとといやったばっかのミッションっていう、この取り合わせで。まあ、感染隊だからちょっとは違うんだけど、また防衛レベル100か。長えなぁと。思いつつ、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。じゃあ最初はね、機動防衛から行きましょう。まあ、基本的には、3番をね、使って敵の動きを止めるというスタイルをね、いつも使っているので、まずはね、まあもしかしたら全部これで行く可能性もあるけど、いつも使ってる棒盤をね、召喚しながら行きたいと思います。今回、近接武器にはね、ゾウを持ってきました。この、なんだろう、属性攻撃よりのゾウですね。オリジナル武器持ってきております。で、さらに、プライマリにはやっぱりヘマですね。今まだ、あ、やばい、俺死ぬ。これ、絶賛レベル上げ中なんでね、ヘマに関しては。そう、それを使っている感じですね。っていうか、おめえがディスラプトするから、俺、エネルギーなくなったじゃねえか、てめえ。いきなりああいうやつに出くわすっていうのもちょっとあんまりね運が良くないというか、まあ棒盤ねちょっと走行が薄いのでやられようと思ったら一瞬なんですよね。これねちょっと威力を落として範囲上げてるんですけど、入ってこようとしたやつを弾き飛ばす増強モッドが入っているので、まあおのずとターミナルに近づける敵はほとんどいないかなと思います。はい、でセカンダリにはツイングラ型強いね。そう、最近お気に入りの取り合わせはこれ。これが非常に使いやすい。火力も高いし。やばい。ターミナルへゴー！オッケー！いや、これ1個巻くだけでなんか解決してる気がするもんな。誰も入ってこれないし、もう俺の家みたいな。俺の家で座ってもいいみたいなね。あー、楽だわーっつって、ボーバンが言い始めるやつですね。いや、ありがたい話で。まあ、最後にね、またビルド紹介も含みたいと思うので、ぜひぜひ最後まで見ていただければと思います。あ、これ2箇所のやつか。だからちょっと時間が長いやつだね。あ、むしろ棒盤でよかった。オッケー。まあ、通常の棒盤はね、今ナイトウェーブでパーツが回収できるので、まあ、比較的ナイトウェーブのタスクをしっかりやってる人はね、持ってない場合にはすぐ手に入るかなーって感じですけれども、プライムに関してはちょっとね、レアリティが高いので、今回のプライムボルトの解放で来て買うって人も結構多いんじゃないかなって思いますね。パーツ手に入れてもね、作るまでが結構大変だったりするフレームなんでね、俺も相当苦労したね。一昨年ぐらいの話だと思うんだけど。 OK、 マジで長いな。ここもうボイラーとか組んだ。なるほど、ちょっとヘマのレベル上げたいから、ヘマ。 OKOK、 効きますね。だいぶいい感じでございます。 OK、 オーライってやな。長いね、本当に一箇所にいる時間が長すぎる。OK、 はい、エクシマスは潰したい。いい感じで効いてる。マゴッツ OKOKOK、 ようやく終わった。まあでも2箇所だったらそんなにね。ただね、ちょっと今心配してるのはエンシェントヒーラーとかディスラプトがワイヤーで引っ掛けた時のダメージがでかすぎると思って、あれシールドすっ飛ばして直接ヘルスにダメージ与えてきてるからね、ちょっとそれだけが怖いなって感じですね。さあ来ました。あ、ここか。ここもまた守りやすいですね。オッケー。あとはさっきの例に倣って3番巻いておけば大丈夫だね。安定した戦いを繰り広げられるね。いやー、俺外出ていく必要ねーって。ねーって。毒かかったの？マジか。あれは死んでるやつ。やばい。ヘマ、マジで火力あるな。なんか毎回言ってる気がするけど、本当に火力がある、この武器。まあ、動きの止まってる連中から、ちくしょ、走行かかってやがる、あいつ。そんな時はこれ、4番集まってこーい。集まってきたところに打ち込む。ただ、これだけで解決。いいね。楽です。オッケー。あんま使いすぎると3番負けなくなるから。まあ、1つ以上巻いてもいいんですけどね。それはちょっと過剰かなという感じなので、今は1個で回してます。すごい安定的。
まあ1分もねここにね立ち往生してたらね、こういう CC 系がないとちょっとたかられて大変なことになるからね。毒ガスも気にして敵の数も気にしてみたいなことになっちゃうからね。ただヘマのレベル上げにはかなりすごく安定した戦いができるから、もうなんかおのずと狙ったわけじゃないけど、おのずといい感じでいろいろ合致してる感じがするな。おいでおいでおいで、チャージャーおいで、みんなこっちにおいで。おいお前オスプレイだろ、見てわかる、オーケー、こっちおいでって、あれこれ切断ダメージ入れたいなヘマに切断ダメージ乗せたいな。感染ダメージがすごい出るから、あったら楽だろうなっていう感じがすごいんだよね。オッケー帰りましょう。よし、ボーバンさすがでございます。今日は一貫してボーバンでもいいかもな。さあ終わりました、お疲れ様です。まあ2箇所の軌道防衛はね、適切なフレーム連れてると非常に短くも感じるし、体感的にね楽に感じるので今日は良かったです。じゃあ次からね、消滅かつ防衛か、ちょっと攻撃的なスタイルでいきましょう。さあ行きましょう、消滅ミッション、近接武器のみです。まあ、近接は先ほどと同じオリジナル武器ザウなんですけれども、ビルド構成を少しボーバンの中身を変えてきました。威力重視みたいな感じですね。まあ威力重視って言っても 200% ちょっと超えたぐらいなんですけどね。まあそれで地雷とかね、こういう地雷とか巻きながら、まあさらには3番も使ってという感じでいければなと思います。さっきと違ってね、3番、あ、これ敵アーマー増強だっけ、あー、まあいっか、あ、違う、近接のみだよね。なんだ、装甲かかってない、なんか、あれ、なんかこんな装甲かかんだっけ、あれなんかちょっとよくわかんなくなっちゃった、うん、まあとりあえず3番放つとね、あの敵を弾くことはないんですけれども、最大26体の敵を捕まえることができるので、まあそれを利用しながら戦っていこうかなと。26体って結構な数なんでね。オッケーオッケー、群がる感染体には有効です。オッケーオッケー、いや無抵抗の中を倒すっていうのは気持ちが良いですね。いや本当にオスプレイとかのね毒斬りをやられる心配もなくなるので、非常に有効ではありますね。はい、そう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 、こうやってねエネルギー容量が許す限り戦い続けることができるので、さらに俺はねエナジャイングダッシュを使ってエネルギーガンガン回復していくので、そのためになんだっけ、オーラモッドもねエネルギーサイフォンにしてきました。うん、まあ場合によっちゃはね4番放って一気に敵を1箇所にまとめて、まあ自分もそんなに体力を浪費することなく敵を殲滅するみたいなね、例えばこんな感じで一気に集めてそこに強力な一撃を加えていくという感じですね。まあ攻撃的なアビリティはそんなにないし、どっちかっていうと殲滅はね武器に依存するタイプのフレームなんですが、まあこういう戦いでね効率よく敵を倒すことも可能であるという感じのフレームですね。ボーバンというやつがすげえ、これ来るでしょ普通に、来られたところで俺戦う気がないな。あー4番話したかった、こういう時こそ4番が必要だよ、そうだろう。てかジャガノン来るな、これ確実に俺呼ぶな、いでででででで、さあみんな4番だよ、4番の時間だよ。あーもうちょっと範囲伸ばしてくればよかったな、いでででででで、まあオペレーターでもいいしね、うん、オペレーターで攻撃しても構わない、一箇所に集まってるから。あ、そう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 、こんな感じです、そうそうそう、こういう風になってくれると気持ちいいですわ。オッケーそれは来るような、うん、でも来たところで俺戦えるのかこの武器で、やったことがないから何とも言えないな。オッケー、ジャガノは地雷で潰れてもらうか、ただあいつのちょっとね三段攻撃を受けるとボーバン死んでしまう可能性が否めないのでちょっと気になりますね、どういう展開になるのか。ちょっと QT とかも積んでないのでこういう攻撃も正直怖いんですよね。うわエネルギー、これエネルギー吸い取り野郎がいるじゃん、速攻潰そう、やばい危ねえ、ちょオペレーターで潰そう、安牌で、死んだかな、オッケーオッケーオッケー、もうそろそろ折り返し、早いね本当に、楽だわ。でジャガノは、ジャガノ手はどこですか、ジャガノいた、まあこれかかんないんだけど一応ね、よいしょ、一応地雷に地雷のダメージを与えておこうと地雷をいっぱい撒いて、あいてー、やばいやばい、ノックダウンはあんまり良くない、そう確実にダメージだけは持っていきたいかなという感じ。はいはい、危なくなったらオペレーター、あ
危ねえ。怖いわ。あやっぱな。いや3段はダウンするわ。やっぱりジャガノート呼ばなきゃよかったな。やっぱね走行値がない分ね倒しづらいんですよね本当に。いかんいかん、どうしようかな、どうやって倒そうかな。はい、でででで、これいかん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 。はい、なんか有効な倒し方ないかな。てかゴリ押ししてもいけんじゃないこれ、もしかしたら。だから3段に当たったら終わりなんだ俺。だからタイミングを読んでオペレーター呼びつつって感じかな。怖いわー。いでででで、こけてるこけてる。3段打ったら俺が行く。よし、危ねえ。俺ありなのかこの戦い。よし、いいよ、オペレーターとの掛け合いで行こう。ちょっと本当にさ、あの武器依存すぎるボーバンが。よし、いいよ。あーやばい、これもやばいやつ。オッケーオッケー、あと少し行け。オペレーター潰せ、やつを潰せ。あーよし、オッケー。いやー一回ダウン食らったわ。まあいいけどね、分かってたからだろうなーっていう感じだったからね。まあ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 、やっぱなプライマリとか欲しかったな。近接のみでねあえて呼んじゃったのが間違いだったね。でもそれにしてもやっぱりこのオリジナル武器が相当やりますね。だいぶ強い。あ、敵が来ないの。なんだ、来てくれるもんだと思ってこいつをこう地雷張ったの。よし、次行きましょう。おいでおいでおいで、みんなおいで、みんなおいで、みんなおいで。はい、あそこに巻いておけば足かかってねコロンってするやつらいるから、ちゃんとこけるよ、ちゃんとかかってくれよ、頼むぜ。かかった。まあだから何なんだっていう話なんだけどね。3番放って動き止めればいいじゃないっていう話になっちゃうんだけど、ただねあのボーバン本当にあのさっきちょっと思ったんですけど、ボーバンもうそろそろアビリティがリワークされてしまうので内容が大きく変わりますね。だからこのアビリティ構成で戦えるのは今日が最後かもしれないね。こんな本格的にボーバン使って戦えるのは、そう思うとちょっと切ない気もしなくはないし、一生懸命やりたいなっていう気持ちにもなりますね、より一層。 OK、 あと30体っていうか早っ、殲滅力が早すぎる。やばいやばい、特殊がいる。 OK、 やっぱ3番が一番安全だな。でかつ4番で引き込んでみたいな。いやー、やっぱ威力重視のボーバンも強いわ。すげえ楽だもんこれ。あとね範囲重視の武器とか持ってたらもう言うことなしだからね。オッケーオッケーオッケー、はい、逃がしますね。しかもこれ1個じゃないっていうね、負けんのが。まあこれがどう変わっちゃうかだよね。もう PC 勢の方なんかは経験されてると思うんですけど、そう PS4 のコンソール版もねもう検定段階に入りましたっていうニュースが回ってたので、もう来ますね。 OK、 というわけで終わりました、帰りましょう。いやーすげえわ、近接ブンブンと3番のオンパレードでしたね。 OK、 じゃあ次最後防衛ミッションですね。まあ防衛ミッションも似たようなもんで、結構敵をどんだけスピーディーに排除できるかがどうかが重要なとこになってくるわけですけれども、まあ言って敵が感染体なんでね、まあ向かってくる敵を随時強力な武器で破壊みたいな、そんな感じになると思います。 OK です。すげえ早いよ、ヒルドリン並みに早かったな。さあ行きましょう、防衛ミッションガレオン戦タイプです。まあ感染隊だったらワンチャン戦いやすいかな、しかもボーバンだし。はい、今回はねあのボーバンの武器を象徴するフラゴープライムと AK スリットプライム持ってきました。あのボーバンのねPV が公式さんから発信されているんですけれども、それも非常にかっこいいのでね、あの新参天皇の方の中で見たことない人がいたらぜひ見てもらいたいなと思います。すげえかっこいいんでね、あれ見ただけでボーバンが欲しくなる、ボーバンプライムが一応コメント欄と動画説明欄にも公式さんから発信されているものですが、まあ一応ね載せられたら URL をね載せておこうかと思いますので参照してみてください。だけどね、敵の火力に気をつけよう、 QT とか入ってないんでね、あのやられようと思ったら一瞬なので、きちんとね AK スリットプライムも使いつつアビリティも使いつつ戦っていきたいところ。フラゴーもねまあ強いっちゃ強いんだけど、結局クリティカルダメージがかなりでかいっていうやつだから、
それをどううまく使っていくかだね。アビリティと掛け合わせて、よし、いいよ。ちょ、防衛対象には地雷をつけておきたいんだ俺。これでワンチャン防衛対象に近づいてきた敵も倒せる早いね、ワンウェーブ超えるの。さあお前にくっつけてやるから、欲しかっただろこれが。弾き飛ばすなバカ。オッケーオッケーオッケー、ちょ敵がいっぱい来たらまいっか、早い段階でまいちゃう。オッケーオッケーオッケー、そこ、いいよ、狙わなくったって当たるぜ。気持ちいいぜ、気持ちいいぜ、いいね。てかこの銃強すぎる。お前に AK スリットプライムを持たせてやろう、しょうがねえから。俺はヘマを使うよ、クラゴープライムとヘマを使っていくよ。オッケー、うわ危ねえ、プシュンプシュン攻撃が一番やばいわ本当に。いかんいかんいかん、マジで気をつけないとやられる。よし、はい、エネルギー吸い取られたらね、ちょっと終わりみたいなところあるからね。すげえスピードで飛んでったな。お前にあげるよこれを。よし、オッケー、俺の地雷をお前が背負っていけ。オッケー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 、いやあいつの爆発でこんなに減るの、ちょっと困ったな。なんか防衛対象に AK スリットを持たせるべきじゃないね、やっぱり。俺が戦いづらいわ、ごめんね。お前は地雷になってて、地雷星人になっててくれ。ほう、あの地雷の野原になってくれ。俺が AK スリット撃とう。てかまあ AK スリット弾切れたわ本当撃ちやすぎてすぐ弾切れる。でもお前が持つと復活するだろやっぱりね。よし、お前に使わせよう。やっぱりまとまってない感じがすげえな。はいはいはい、あいっちゃえ、あいつなんで爆発すんだ。はい、やばい、怖い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 、くんなくんな。そんなに範囲を上げてないからね、どうしても狭いところに敵が集まってきちゃう。おお、マジか、どこ、ちなみにどこですか、そこですか。ああなるほど、何個か巻いた方がいいな、3番を。防衛大将動くな、そっから、こっから動くとまた敵に襲われるぞ。いいよ、いいぞ、はい、ちょっとやられて、硬いなこいつら。防衛大将の周りには地雷三昧で行こう。はいはい、防衛大将行け、お前が地雷なんだ、 お前が俺のアビリティみたいなもんだ。いや、いてててててて、ワンパンでやられてもおかしくないなこれ。ボーバーもうちょっと硬くなってほしいな、マジで柔らかすぎるこの人。いやー、これトキシックとか来たら怖いやつだな。てかこいつは俺が3番巻くとそこからいなくなるね。なんで3番の中にいてくんないんだろう、あまり優秀じゃないね。っていうか俺連日こいつを守ってる気がするんだけど、もうなんかいい加減学ぼうよみたいなね防衛大将自身、あいつどこで戦ってる。本当に俺が3番巻いたところからこいついなくなっちゃうな。また終始文句が出るやつかもしんない、防衛大将に文句しかないって例のあれになるかもしんない。本当にこの間のナイダスでやってる時はひっきりなしで防衛大将に文句言ってたからな、お前は使えないとか頭が悪すぎるとかね、やる気がなさすぎるとかダメ出ししかしてなかったからな。いや今もそうなんだけどね、実際ダメなとこしかないんだけど、まあ唯一いいところはマガジンの弾ゼロのはずなのに AK3 って撃ってくれてるところだよね。その弾どっから抽出してんだろうみたいなね、なんか横っ腹から生成してるんでしょうね、むにゅっつって。敵多いよ、防衛も張っておきましょう。はいはい、 OK、 よし、いいよ、これで敵を転ばせてワンチャン、転がってきたところに打ち込む。いいぞ、優秀だ。これ以上前に来れない奴らがなんかバカみ哀れに見える。そこで、ここに地雷を撒いておけば完璧。罠を張れ、よし、すごいぞこれいいね、完全なる防衛戦ですね優秀だわあとはあいつの AK3 とかやってくれるはず。 OKOK、 トキシックが来ないことを祈るばかりだな、マジで。 OK、 あー俺がこっち側来たら意味ないじゃん。はい、えい、はい、えい、よしよし、ちょっとなんか汚くなっちゃったけど巻き方が、まあ十分でしょう。これでも足をかけられることには変わりがない。はい、行くよ、地雷、はい、ボーバンを楽しんでるな俺今日ライブボーバンで遊んでる。本当にこれが最後かもしれないからね、このアビリティ使えるのは最後かもっていうか最後だからな、うん、もう寝て覚めたらアップデート来てるってもうおかしくないからね。いてててててててめえ、いててめえ、
アークイング武器使うぞてめえ。はいーしゅ、よし、贅沢に倒してやろうじゃないの。しょうがないな、お前にはくれてやるよこいつをな。また以上だ。よし、ヘマも十分働いている。敵の数が多すぎる敵の波状攻撃の方が上だ。そんな時は4番抜けてきちゃったら4番。はいはい、オッケー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 、優秀だね、すごいね、何でもできるね。はい、4番も強いな非常に。まあ場合によっちゃ3番でね、これ動き止めて一気に蹂躙が一番賢い戦い方だけどね。ここに向かってパンチしてるだけでいいからね。はい、ちょ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 、はいはいはい、いやーやめて、めっちゃダメージでかいわ。困った困った、物理攻撃耐性だから何気にね、そういうところが厄介だわ。待って待って待って、ヒーラーがどっかにいる、ヒーラー先生がどっかにいる。死んだ、よし、こいつら超えれば終わりかな、このウェーブは。チュー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 、ヘメチューチュー、オッケー。お前サボってるだろう、お前絶対今のは危なかったとか言って、絶対お前戦ってない。いいよその調子、お前が逃げると AK3 と弱そうだな、なんか。オッケー、うーん、倒せるか、倒せ、よし終わったかな。おーいいですね、非常にペースがいいですよ。地雷をあげるわ、あんたたちに。ちょっと待って、準備が整うまでちょっとまだ回転してないんですけど、準備中ってやつですよ。いいですか皆さん、準備中、オッケー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 、よしよしよし、準備完了はしてないけど、いやーちょっとあそこにまた縄張りたいな。これちょっとフラゴーでちゃんと仕留められてない感がすごいな。うわーやばい、いやーやめてー、そっか、ちょっと奥の方に撒いちゃった感、あ大丈夫大丈夫、よしオッケーオッケーオッケー、これをやりたかった。でさらにチャージした地雷をボン、もう多分この地雷できなくなるだろうな、そのうちどの程度変わるのかが分かんないからな。はいはいはい、やばい、ちょお前強いわ、ワイヤーの火力じゃないんだけど、それマジで危ねえ、殲滅力が低すぎるわ俺。オッケーオッケーオッケー、4番かけたらこっちのもんだね。ちょっと AK3 と返して、あいっぱい弾入ってるじゃん。オッケーオッケー、俺が使うわこれ。はい、ちょちょちょ、ヒーラー先、弾の無駄だから、これただのただの弾の無駄になってるから。オッケー、はい、ちょヒーラーをこっちに呼びたかったな。あいっちゃ危ない、今死んだかと思った、下手したら死んでてもおかしくなかったな今の。はい、死ね、勝てえなあいつ、エクシマスかこいつ、なるほどね。お前銃持たなくなったら奥に逃げんな分かりやすすぎだろあいつ、ぴょん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 跳ねるのがねちょっとうざいですねやっぱり。あと走行値のバフもかけてくるし、これちょっとボーバンの頭の上に乗ったよなあいつ。やばいやばい、これエネルギー吸い取り野郎いるどっかに。そんなことないね、俺が単純にアビリティ使いすぎか。そこ OK、 よしいいね、あとは捕まえとけばこっちのも。うーエネルギーが使えないってことはエネルギー吸い取り野郎がいる、あれかあれだ、あのエクシマスだ、お前のせいだ、全部お前のせいだ。はい、やばい、これねエネルギー一気に吸い取られるとボーバンはねもうただの柔らかいフレームだからね、ほんまねボーバンがボーバンたるゆえん意味ないんですよね。こいつをどうにか潰さないとまずい、ちょ先に邪魔なこのディスラプとかを潰しちゃおう、邪魔だから。あーダウンした、火力が高すぎるこいつら、ちょっと AK3 と返してほしいな。サンキューです、あーヘリオスか、デスキューじゃねえよヘリオスでバーガー、ちょっとお前返してそれ、うん、オッケーオッケーオッケー、お前に持たせてる意味はない。よしいいぞ、どこ行った、エクシマスどこ行った、お前のせいで俺のエネルギーが回復しないんだよこいつ、勝てえわ、バフかけしてくるから、いてててうわまたダウンしたわ、ネチョネチョ攻撃のダメージじゃねえわ、ボーバン柔らかすぎだろこれ、早く硬くなってくれもう。っていうかお前も危ねえ、全滅するところだったわっていうかこのエクシマス強すぎるわ。オッケー、危ねえ危ねえ、ああようやくアビリティ溜まったわ、一回ダウンしたから、ああよかった、この後大丈夫なのか、こいつ硬すぎだろ、ああ
ボーファンの弱点がすごい。なんかお前何に向かって打ってんの。落ち着き、落ち着いて。なんか弾飛んでってないし、落ち着けよ。よし、それでいい。よし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 。いやーやばいねこれ。もう復活できないからな。ダウンしないと思ってたからなこの戦い。そしたら普通にね、あいつにもらっちゃったね、ダウン。あのエクシマス一人のために結構ダウンさせられたからな。やっぱりなー、この走行値を上げるべきか否かちょっと迷ったところあったんですよね、連れてくる前に。あいって、ああいう不意なダメージがちょっと厄介。てかね、近接武器も問題これ若干殲滅力の問題なところはある。ボーバンのアビリティ云々の前に、よし、オッケーな、うん、罠だけ貼っておこう。あとはお好みで料理みたいなね。これヒーラーいるよね、どっかに。いた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 。はいはい。フラゴー自体は好きなんだけどね、俺も嫌いではないんだけどね、全く。はいはい。あとは使い方次第かな。はい。うわーやばい。おお、だからヒーラー強すぎるって。ヒーラーとかこの辺のボイラーのダメージがやばすぎる。オッケー。はいはい。いやここでこうやって戦ってんのも怖いわ。やばいやばいやばい。こういうやつは先に倒そう。どこでダメージバフかけられるか分かんないからな、ダメージ軽減バフを。よし、基本3番で運用しつつ一気に敵を殲滅。まあでもこれ乗り越えればラストウェーブだから。うわっはははは。いやマジか、こんなやられんだな。ダメだ、俺休憩実装してもっと装填仕様のビルドで来ればよかったわ。なんかこんなにやられるとは思わなかったな。まあそういう時もあるってことにしようか。え、これ変な話、こんなに追い詰められたら死ぬんじゃね。逆にもっとやばいんじゃないのこれ。てかまたエクシマスがいるんだよな。てか何にやられたんだ。やっぱりヒーラーのワイヤー攻撃でなんか一撃で持ってかれた気がしたな、さっき。うん、もうオペレーターに頼ろう、しばらくは。これ以上やられたくはない。いや、ボーバンはやっぱりあれだね、アビリティがないときついし、走行値が下がりすぎると、いや走行値がなさすぎるから、ある程度ダメージを蓄積されると本当にやばいのもあるし、一発の火力がね、不意になんか、だから大体俺これ事故死ない気がするんだよな。あのワイヤーをたまたまあいつが放ってそれに当たっちゃいましたとか、なんか気をつけてればいいものを、気をつけてがない、気をつけてないがゆえに当たってる攻撃的なね。多分俺これで差し返されても俺死ぬと思うもん、ボーバン。なんか一発フラグを外して、どっかでなんかね、ワイヤー攻撃差し込みましたとかでも、十分やられる気がするしね。オッケー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 。ちょっと待って、離れよう一旦。てかあいつの AK3 って返してほしいな。オペレーターじゃないと近く寄れなくなっちゃったんだけど。オッケー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 。あーもう防衛ミッション飽きたわ。マジで。連日来てるからな、もうこれ。長い。とにかく。よし、あいつでもトキシック系だよね。気をつけよう、マジで。一回、これで、かく乱してから。ほら、AK3 って効かないと思うけど、やれよ。いいぞ。いい調子だぞ。これはマジで殲滅力の問題だ。怖い怖い怖い。あんなとこであんな攻撃してほしくないわ。俺がダウンするわ。はい、はい。よし、終わったかな。一回死亡ついたんだけど、マジ悔しいわ。うん、でもね、なんか本当にエクシマス一人出てきてアビリティがないだけでこんなんてマジでやばいな。他のフレームでもそうなんだろうけど、あとは武器選びの問題か。フラゴなんかも握ってる場合じゃないって感じでしたね。まあ本当にアークイング武器出して戦ってもよかったけど、なんとなくね、ちょっとこの手持ちの武器で最後は行こうと思っちゃってたんでね。はい、まあね、報酬アナサもらって、まあ QT 実装して、もうちょっと走行値上げれば解決できてたかもしれないですね。まあ今後リワークでね、どういう風になるのかすごく楽しみなので、ちょっと一回死亡もらったのはマジで悔しいんですが、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。
で、最後にビルド紹介軽く挟んで終わりにしましょう。普段ね、ハビネスが使ってるボーバンはこちらです。威力がちょっと低いスタイルなので4番で敵を捕まえられる数が何体だっけ、少ないんだよね。4体なんですよね。まあ4体なんですが、これ、初めて手に入れた時にリスナーの方からね、もういろんなウォーフレームのことを教えてくれた人ですけれども、その人は、その方からいただいた増強モッドで、3番放ってる間に4秒ごとに 100% の確率で敵を跳ね返すと、最大レベルになってるとね、そういうのがあるので別に威力が低くても問題はないという感じです。敵を寄せ付けないスタイルなんでね、まあ感染隊以外にも有効という感じです。あとはストレッチで範囲を上げつつオーバーエクステントついてますね。こっちには QT がついてるんですよね。だから俺ワンチャンこれでいってもよかったかもしれないね。敵に群がられるのが結構やばいっていう話だったから、そんな感じですね。あとはまあちょこちょこ他の第2タスクとか第3タスクに関してはこの辺 QT を除いた威力が重視されたビルド構成とかで言ってたんですけど、まあこっちよりはやっぱり俺そんなに捕まえられなくてもいいから範囲でかい方が使いやすいなとちょっと思っちゃいますね。まあこっちに慣れてるからっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ本当に何度も言うようにリワークが来るんでね、それからどういう運用方法になるのか、まあソーティーミッションでもねハビネスも通して使っていきたいと思います。そんな感じでお送りしたのはハビネスワークのハビネスでした。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。